こんにちは。今日はですね、もう3ヶ月以上前から何件かコメントいただいてるんですけど、外反母趾の直し方をやっていきます。今うちの動画最近何本か上げてるじゃないですか。まあふくらはぎとか太ももとか足を細くする系の動画って人気あるじゃないですか今。で実はこの外反母趾も細くなるにすごく関係してきます。はい、はい、なんで細くなるかっていう理由は後でおいおいちょっと説明していくんですけど、で外反母趾って親指が小指の方に変形したんですよね。これが20度以上小指の方に行ってしまうと外反母趾って診断されちゃうので、で理由は母趾内転筋ってあるんですけど、硬くなって機能しなくなってくるとそういう変形が起きてしまうので、今日はその母趾内転筋を鍛えて外反母趾の変形を阻止して、外反母趾ってあと痛みもあるんですよね。なのでその痛みを軽減するやり方を今からもう紹介していきます。でまず一つ目なんですけど、5本のこの指がもう全然普段みんな意識しないと思うんですけど、実はねこれバラバラにこう動いてほしいんです。手で表すともうこんな感じ。はあ、足の指ってなんかみんな動かなくないですか？動かない。俺ね動かせないんだよね。僕もあれなんですよ、グーチョキパーとかできないんですよ。多分それあれなんだと思う。脳みその回路がね悪いんだと思うよ。俺もそうだもんだって本当に。足先までやっぱこう神経行き届いてなかったりすると、そうそうそう、伝達が悪いとそうなんですよね。そうそう、あれなんじゃ、頭がでかいからもうさ、結構頭がでかいと脳みそたくさん詰まってそうだねって言われますけど、でもあれらしいよ、世の頭のいい人たちや権力者は頭がでかいらしいよ。マジですか？うん、スペックがあるんだ、スペックが。じゃあ僕はそのポテンシャルを今持ってるということなんですか？違う違う違う、骨の形状はでかいけど、はい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 、脳みそはちっちゃい。ああ、なるほどね。やばいです。話がそれすぎてる。こうやってバラバラに動くんで、今みんな大体固まってるんですよ、僕の足もそうですけど、これをね30秒くらいこうやってほぐします。この後やるのにこれがね実は関係するんですよ。全体を30秒ってやるってこと？そう、全体的にこういう風に。じゃあ1箇所ずつ、1箇所ずつやってあげた。まずじゃあ親指と人差し指はもうこういう感じ、こういう風に動かす感じですね。5秒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 。そしたら30秒か。いや25秒だけど。ここに6秒いくじゃん。6秒いきましょう。はい、スタート。はい、さっきなんで外反母趾がこの足を細くするのに関係するかっていうと、はい、まあ、こんな足先なんてそのふくらはぎとか細くするのに関係なさそうじゃないですか、はい、だけどこれがね自由に一本一本のこの関節が動くことによって、はい、歩くときに綺麗にいろんな細かい筋肉使えるんですよ。で今度反対もやっていきます。はい、一本一本こう関節が使えることによって、はい、足首の柔軟性だったりとかやっぱ細かい筋肉が使えるようになるからこの、ね、はい、代謝も上がるし筋肉がこう本来使うべき場所をしっかり使えるので、はい、歩いてるだけで足がどんどんキュッと引き締まっていきますよっていう理論になってます。はい、 OK です。はい、 OK、 ちょうど時間30秒進まりました。今のはまだこれからやるやつの準備運動みたいなものです。この後母趾内転筋を鍛えるんですけど、また道具を使います。はい、じゃん、ペットボトルだと思いましたよね。今日はペットボトルは使いません。使わねえんかい。じゃあ出すなよ。ヘアゴム、皆さんにヘアゴムがあると思うんですけど、なければ輪ゴムでも大丈夫です。これをですね親指に引っ掛けちゃいます。ただある程度のこの抵抗力は欲しいので、これはちょっと緩いからこれ二重にしちゃいます。親指を左右引っ掛けます。おー、はい、これでグーッとこういう感じ、かかとはかかと同士はくっつけて先だけこう開くイメージですね。ほー、わかりますか、この親指だけちょっとこう引っ張られてる感じ。わかりますよ。これがあの母趾内転筋を今これで鍛えてます。10秒このままキープして戻して、はい、10秒キープして戻すっていうのを3回やっていきます。いきましょう。はい、いきます。こういう感じ。これねあれなんですよ、さっきの神経伝達の話じゃないですけど、結構足でグーチョキパーとかできない人は例えば左だけこうなっちゃったりとか左右均等に開かないことが多いんで、うん、なるべくこう左右均等に開くように。もう一回、もう一回スタート。はい、こういう感じですね。そう、この外反母趾のこれで変形を止めていきます。10秒。はい、じゃあラストですね次、うん、はい、これ
結構ね、指の股がこうぐっと開いて気持ちいいです。なかなか開くことってないと思うんで。10秒。はい、 OK です。これをですね、毎日やってもらうと本当に外反母趾の変形が収まってきて、で痛みに今抱えてる人なんかはその痛みどんどん減少していくので、で補足、お仕事中とかで靴がこう脱げる人なんかは、例えばこうスティックのりとかあるじゃないですか、こういうのを挟んどくだけでも矯正器具になるんですよ、こういったものが。マッキーでもいいの？マッキーの太い方を下にすればちゃんとこうやって開くかな。なるべく太めなものがいい。なるべく太めでこうやって指が開くような、こういうのやっていくと、この母趾内転筋って常にこう刺激されて、この変形をギュッと抑えてくれるので、ぜひこういうトレーニング以外にもこういったものを日頃からこう挟んどくだけでも外反母趾のこう予防とかになりますので、試してみてください。最後の方の話全部は親指の方しかしてなかったんだけど、ね、カメラが親指の方だったんで、まあいいんですよ、ちゃんと僕の声が届いていれば。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。